杉田智和、オジルスチャンネル。アニメじゃない、本当のコートさ。え？お隣さん、なんか半地下に違う人住んでんだけど。こんにちは、杉田です。今回はアニメの思い出ということでね、テレビをつけるとテレビアニメというのが放送していたんですが、子供の頃僕はそれがとても楽しみでね、理想の何かが手に入る、入ったような気分になれる、まあ、役者になった理由もまさにそれなんですけども、温かい家庭だったり強靭な体だったり SF の世界に行ける、何かに乗り込んで戦うとか、何かを守るとか、魔法を放つとか、アニメにはいろんな魅力が詰まっていて、見てるとそういうものになんかこう気分に浸れたのでね、いや重要ですよ、上層教育じゃないですけども、成長に多大な影響を及ぼしてるんですね。小学生ぐらいの頃見てたのは、再放送枠っていうのが夕方5時ぐらいにあって、ルパン三世、おいしんぼ、シティハンターと、あーもうこれで大体どんな大人に育つかもう分かったろっていうね、なんかね、大人っていうものに対しての憧れが、大人の世界っていうのかな、それをこう体現したようなアニメがまさにその3つで、銃が出てくる、だけどそれは間違った正義のためには使わないんだよね。でルパンって怪盗とか泥棒だけども、時に正義よりも正しいものよりも正しい行いをしてしまう瞬間があるっていうね、だからすごい好きなんですけども、まあ、シティハンターもまさにそうで、あれ今考えると割と裏稼業なのね、シティハンターって。お金で依頼を受けて、 XYZ で依頼を受けてスイーパーとしてのこう解決するっていう、でもそれって裏の仕事もあるんじゃないかなって一瞬思っちゃうんだけども、だからまあ表で解決できないものを代わりに解決するっていう、必殺仕事人とかそういうのに近いのかなって、今考えると結構深いことをやってるなって、ね、なんか1個の作品でおそらく1個の動画が出来上がるぐらい深いところに行ってしまうので、今日はだいたい小学生ぐらいの頃に見てた思い出みたいなものをこう話していこうかなと思います。そうですね、優秀なアニメ、いいアニメっていうのはその30分っていう放送枠をものすごく時間の経過が早く感じてしまう。ドクタースランプあられちゃんってありましたけども、すごい30分が早かったのね。子供心に見ていて、あ、もうみんな集まれペンギン村へのあの歌がもうエンディングテーマになっちゃったっていう、あ、早いなって、また来週来ないかなっていうぐらいに速度が速かったんだな。でビデオデッキを割と新しいもの好きだった父が買っていたんで、ビデオに録画してすごい見てたのが、そうだな、時間帯的に見れなかったものが結構あって、ビデオを買う前に4年生ぐらいの頃かな、刈り上げくんっていう昔髪を切りに行った時にその場所によく揃っていた漫画が、父がその通っていた場所なんで、割と漫画が課長島耕作、刈り上げくん、あとクロートって書いてプロの独り言っていう麻雀漫画があって大好きなのね麻雀は子供で全然分かんなかったけども、麻雀以外の回も面白くて、主人公のその麻雀プロが、クロートがこの素人めっていうモノローグで言いながらこういろんなものに突っ込んでくっていう、ちょっとギャグ寄りで、鉄板明けにファミレスに行ったら仲間が、いやもうフライドチキンがうまいんすよって言って、うわなんだこれやって、油はくせえ、肉はくせえみたいなの言い始めて、こんなもの何がうまいんだこの素人めって言って、食ったらうまかったみたいなね、そんな漫画だったな。だからその中にあった刈り上げくんっていうのがすごい印象的で、なんかねいたずらをするっていうすごい分かりやすいものなんだけど、割とえぐめのものも多くて、それがアニメになるってなった時に、えどうするんだろうな、4コマ漫画だしねっていう、4コマをアニメにするって、あできるんだって。で夕方4時からやっていたから、小学校が終わってで15時、午後の3時15分か20分ぐらいに終わるから、30分ぐらい、約35分か40分ぐらいかけて急いで帰らなければいけない、小学生だったんで、もうダッシュで山1個越えないと家に帰れなかったんで、まあもうレースですわ、弱虫ペダルみたいになってる。で今だから正直に言います、小学校に通ってる途中に自転車を止めてました、申し訳ないじゃないと間に合わないの、刈り上げくん で体はすごい細かったんで、サイクリングシャツっていうのがすごい好きで、中高生の頃かな、よく着てたんだけども、ある時やっぱり地元が山あいのところなんで、サイクリングチームとかその自転車が趣味の人がこういっぱい来てて、サイクリングシャツ着て歩いていた杉田少年に、自転車好きなのってなんかこうねっとりめにおじさんが話しかけてきて、自転車好きなのって言ってきたから、ああはいって言って言ったんだけど、まあロードレースみたいな、そのロードレーサーっていうのかな、いわゆるその自転車は普通のママチャリしか持ってなかったんで、あこれはもうね、僕はあれだ、丘サーファーならぬ家レーサーだって
情けない。だってさ、高校生ぐらいの時の杉田くんは豪語してたわけよ。世間はハイテクスニーカーブームで、ね、エアマックスとかの時代だから、その時にスニーカーは飾るもんじゃない。履けって言って、そのエアジョーダンとか、そのいわゆるバスケットシューズも流行ったから、バスケもしないのにバッシュ履くやつがあるかって言って、俺履かなかったのよ。で、ずっとテニス部だったから、ジャック・パーセルとスタン・スミスを履いてたのよ。その後なんか、一連のその裏原宿ブームが来て、ジャック・パーセルが買えなくなった時があって。まあこれはまた別の話だ。うん、家レーサーだったんです、僕は。ジャージとサイクリングシャツを着てる。アニメの話に戻りましょう。で、子供心にやっぱりバトルものみたいなのがすごい好きで、セイントセイヤが始まったのね。いやー、もうオープニングのテーマから血流がね、子供心にカーって上がるわけよ。毎週もう自分もセイントになって戦う気で、こうふんって言いながら興奮しながらテレビの前に待ってたわけだ。パッパッパーン、7時だ、やった、ゴールデンナイト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 、え、セイントセイヤは？いや、兄がうなだれながら、また野球にやられたかって。どんなセイントも野球の中継には勝てないんだよ。憎かった、野球の中継が。野球好きな人ごめん。ずっとなんかもうエルギオスみたいな気になりながら、こう、300年の象の念が私に力を与えるってなってね。ごめんなさい、象はしてないですよ。あの野球ものっつったらね、これね、頑張れ田淵くんっていうのがあってね、これ僕大好きなんですよ。あのアニメ映画だったみたいで、これをテレビで放送してたのね、テレビの特番で。あまりにも面白くて、で大人になってこう DVD ボックスが出てるってなって急いで買ったんだけども、やっぱ面白いな、時代をよく反映してんのね。田淵くんと仲の悪い記者が、あの田淵の野郎めちゃくちゃ悪く記事に書いてやるって、あ、こんなんが許された時代なんだと思ってね。でもいいことも書くのよ、そういう関係性とか。急にあのほぼ実名に近い感じで出てくるから、キャラクターが。これ野球好きな人もっと面白いのかな。田淵くんの声西田敏行さんだったけど、すごい上手なんだよね。この広岡さんの真似よくやってたの。広岡ですって田淵くんってこうやって入ってくるやつね。懐かしいな。俺がヒットやホームランを打てるように、お前わざと球をど真ん中に投げるように指示しろってキャッチャーを脅す回がすげえ面白くて、ど真ん中に投げてるのに田淵くんが打てなくって、急になんかこう目がカッて、ええ度胸やけ悪いってなってね。しまいにはあのパスボールって、あの野球詳しい人分かるんだけど、キャッチャーが取った球をポロッと落とすと、そのミスでそのまま走って、なんかヒットかなんかの判定になるんだよね、神野くん。キャッチャーはパスボールをする。え、そんな、田淵、キャッチャーはパスボールをするっていう。で、無心で振ればいいんだ、振り逃げでいいやって、振ってったらそれがホームランになるっていう回があって。いや、あれ面白かったな。まあ、ゴールデンナイターは致し方なし、ね。野球の中継で深夜アニメの時間帯がずれて、録画がずれるっていう第二の戦いはまた数年後の話だからね。俺は忘れない。録画して朝ビデオを見たら、別のものが映っていた時。あれ？アニメじゃない？ってなった時のね。いやいや、僕はエルギオスにはなりませんよ。もう二度となるもんか。好きだったのはね、でもやっぱその、さっき話した刈谷くん、3年前ぐらいかな。DVD ボックスがついに出たんですよ。急いで買おうと思ったら、これはメーカーさんが送ってくれました。ありがとうございます。あまりにも好きだ好きだって言ってて、ずっとボックス化を望んでいたので、嬉しかったな。子供向けに若干チューンアップしてて、デチューンしてるというのかな。いたずらの度合いが抑えめになってて、刈谷くんが住んでるアパートに、大家さんのその孫みたいな子供、もみあげくんとおかっぱちゃんっていうのがいて、その辺がやっぱり子供向けにシフトした時に、子供の視点を設けることによって、刈谷くんのね、その対象年齢を下げたのかなと思うんだけど、下がってなくて、結局唐辛子のなんか汁かなんかを傷口に塗ったりとか、割とえぐいのよ。すごったよなこれ。内容で覚えてるのは、なんだろうな、ゴルフの回が結構何回かあって、ゴルフの大爆笑の回と、あと最終回かな、ホンニャラ商事って勤めてるビルが最後ゴロゴロって崩れちゃうんだよね。会社がないから会社って解散って言って終わるんだよね。全員がズコーンってへこんだら、それがエンドって形になるっていうのは、あれおしゃれだったな。おしゃれだったか。おしゃれです。そしてね、忘れもしないこちら、おいしんぼでございますね。これもついにブルーレイが出たのよ、ボックスで全部。待ち望んでいた。僕はね、某通販サイトで買ったんですよ。なんとこのブルーレイボックス、おいしんぼ3個、まあ3ボックス出たわけですけども、ボリューム3まで、この3つについている応募券があって、それをこう送るとですね、この3つのボックスを収納できるボックスがもらえるという、箱を入れる箱がもらえるという、ね、うわ、どんな形なんだろう、きっと東西新聞社のビルみたいな形をしてるんだ、よし応募するぞと思ったら、応募券がですね入ってなかったんですよ。なんでかなって、そこの通販サイトの特典のおいしんぼのお箸は入ってたんだけども、なんかね、連動購入特典の応募券が入ってなくてですね、また僕はあの300年の女王の念がって始めて、ああやばい、エルギオスになってしまう、このままではっていうね、うん、いや、なったよ。自分でだって作ろうと思ったもん。で、結果段ボールに東西新聞って書いて、それを着て
って出てきて、俺が東西新聞社だっていうアニゲラのイベントのオチになっちゃったわけなんだよ。あったね、そんなこと。もしこの動画を見てる皆さんの中で、おいしんぼのブルーレイボックスの連動購入特典のボックスがどんなものか知ってる人、教えて。お願い。はあ、で、当時やっぱりドラゴンクエストっていうのがすごい社会現象になるぐらい人気で、アニメになったんですよ。ドラゴンクエスト大の大冒険ではなく、大の大冒険も好きだったけども、こちらなんですね。ドラゴンクエスト勇者アベル伝説、これはね面白くて好きでね、このボックスを買ってね、イベントで某 N 村くんが古谷さんに逆襲のシャアのボックスにサイン書いてくれってお願いしてるのを見て、ああ今日なんでアベル伝説のボックス俺持ってこなかったんだって言ってね、そう、ユーキャン先輩、あ、言っちゃったよ、お願いがありますって言って、娘のためにサインが欲しいんですって言ってね、なんか別作品のボックスを古谷さんがわざわざイベントの控室に来たのよ。あ、わかりました、書きますって書いた時に、じゃあ僕の逆者に書いてくださいって言って、なんでお前逆者の持ってきてんだよそこでよっていうね、もらう気で来たなお前っていうね、うん、ねえ、あれ忘れねえな。多分古谷さんに言えば普通にいただけると思うんですけど、また共演した時こっそりお願いします。お客さんか。そうだよ、お客さんだよ。アベル伝説はね、2期目の主題歌が古谷さんが歌ってて、アベルってば歌まで上手いのかと思ってちょっと面白かったんだよね。普通に村の若者のアベルが勇者だってことが分かって、魔王バラモスと戦うっていう。ドラクエ3はベースになってるんだけども、割とオリジナルストーリーで展開してるこのアベル伝説、まず曲がすごく印象的です。有名な作曲家さんらしくて、その後そのサントラ CD がさまざまなバラエティに使われていて、クイズ年の差なんてっていうのがあったんですけど、メインテーマがなんとアベル伝説の曲で、子供心にあれドラクエの曲じゃんこれってなるやつね。あれがね、あの感覚が好きだったんだよな。夕方のニュースとかでも急に僕の好きだったゲームのラグランジュポイントの曲がかかった時、異常にテンションがヒートアップして、なぜこれをビデオに撮っておかなかったんだっていうのがあってね。まあ時代を経て言うと、お礼ものサントラが結構使われたりとか、今のニュースだと。今なんだろうね、流行ってるのは。使いやすいものっていうのが割と別でサントラで使われるんだな。アベル伝説はね、好きで、エンディングテーマ夢を信じて、徳永英明さんの曲、 CD シングル初めて買いました、小学校の時かな。そしたら兄が誕生日プレゼントでくれた CD も夢を信じてのシングルで、地元の親友の誕生日プレゼントも夢を信じてのシングルだったね。なんと3枚になるっていう。しかも同じスポーツショップに CD 売り場があって、全員同じとこで買ってたっていうかね。あれ忘れられないわ。後にベスト版のアルバムで徳永英明さんはドラゴンクエストというアニメのエンディングテーマということで作りました。まあ、ドラクエは知らなかったらしいんですけども、子供にとって必要なこと、大切なことは夢を信じることだって。だと思って作りましたってことも、あれ忘れらんないわ。もちろん2期目のエンディングの歌舞伎ロックスさんの虹の都っていうのもあれも好きだったな。ドラクエのそのアベル伝説って実は打ち切られてて、一回すごい残念だったの。これからバラモスかなんかと戦いに行くぞっていうところで、年老いたヒロインが絵本を閉じちゃうのよ。え、この後どうなるのおばあちゃんって言ったら、ね、勇者たちは頑張ってバラモスと戦ったのよ、みんな死んでしょ、死ぬのって、ちょっと待って待って、ヤナクはデイジーはって、ヤナックもデイジーも死ぬのって、ちょっと待てよってなってね、子供心にめちゃくそショックを受けたんだけども、まあなんか抗議が来たんでしょうね、要望というか。結果新シリーズが決まって、それで最後まで放送してたのかな。ドラゴンボールもやっぱり影響はでかかったな。よく真似をして、やっぱり真似をされるってやっぱ重要で、地元の友達の同じテニスマンだったら鶴ちゃんがすごいフリーザのエネルギー弾を打つ時の声がすげえ上手で、えぇ、ー、ってやつがね。俺だとちょっと違う感じなんだけど、で俺のせいのブルーってうぅカメハメハってやつでね、なんか真似ができるやつがこうキモオタの間で変な市民権を得るっていうのはよくあったのよ。そういう話もまたしたいな。でも小学校の時はそんな感じ。アニメ漫画ゲームネタっていうのがやっぱり影響を与えるのがでかくて、小学校5年生の時にお遊戯会みたいなのが催された時に、6年生だな、なんか劇をやんなきゃいけないってなった時に、隣のクラスが赤ずきんちゃんを演じたと。でもストーリーの根幹を作ってるのはキモオタの友達だった牛田くんや柳生くんだったみたいで、後に中学になってテニス部になった時に、いや俺は隣のクラスのダウチ柳生、お前があだ名ね、ダウチって内田くんだから、ダウチと柳生が羨ましかったんだよ、だって赤ずきんちゃんなのに話のほとんどが画廊伝説だ。そうなんだよって、狼がもうおばあちゃんを食べてしまった後で、ふう、うまかったな、よし、お、喉が渇いたから川で水を飲もうって言って飲んでたら、赤ずきんちゃんがこう許せねえって言われて、後ろから水をこうやってかがんで飲んでる狼に残影拳って言って、残影拳を入れて、うーわーって言って川に落ちて復讐を果たすっていうところで話が終わるんだよ。超演じたかったわ、めっちゃ羨ましくて、なんだよって、こっちはなんか何をやるか意見がまとまらなくて、なんとなく先生がお説教して終わるみたいな感じだったのに、隣のクラスは画廊伝説だ。はぁ、
羨ましかったな。その後、まあ本当に声優にはなったんですけども、格ゲーにも出たね。よかったよ。でも杉田少年はね、やっぱああいう時の良い意味で制限や我慢をするっていうところが新しい妄想や発想につながったのかなって思いました。でもこれはみんなに必要なことじゃないから、苦労は糧でもしろとは僕は思いません。ただあるんだったら役立てようっていう、そういう考え方です。では最後にアニメネタということで、僕が勝手に鉄板ネタだと思っているテレビアニメサザエさんよりアナゴの怨念っていうのをやって終わろうと思います。ああ、どうだい風太君、この後あいっぱい。あ、アナコ君、今日僕はお父さんと飲みに行くんです。ああ、どうしたんだいマシオ君、そんなネオロマみたいな声出して。飲みに行く予定だったアナゴさんはマスオに振られて怨念がたまるんですね。憎い。うわ、マスオ君。その後マスオは波平と合流して居酒屋に来ます。お父さん、こちらですよ。ガラ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 。いらっしゃい。あ、若元さんの金役だって。これはね、アナゴの怨念なんですね。その頃磯野家では、あ、こんな家あちょろいぜ。あ、口ひげがこうなってる泥棒の声も若元さんの金役だ。そして後半のパート、ああ課長君、うちの花子がお世話になってるね。花沢さんのお父さんって、若元さん居すぎじゃないって。以上、アナゴの怨念でした。てってるーだん。チャンネル登録よろしくお願いします。